はい、これね、またエレキで弾こうスライドギターのね、実践編、このロックンロールですね。そのロックンロールをメジャーキーで弾いてみました。50年代のね、よくあるロックンロールフレーズをですね、こう散りばめながらスライドで弾けるように直してね、作ってみましたので、まずはね、聴いてみてください。はい、という感じになりますね。これはですね、ちょっとアップテンポなね、曲にこうスライドで対応してみようというね、ちょっとスピードトレーニングとかスピードに対応する、ためにちょっと作ってみました。かなりスライド版1本でね、弾くには忙しい、フレーズですけども、ちょっと頑張ってみましょう。まず3と2弦の2フレットで C とで1弦0に、そしたらこれはこう3弦にね、親指を置いて中指でこう書き上げちゃう感じで、ちょっとワイルドに弾いてみましょう。ね、ナドリナドリナドリって332で取る、8分音符になってます。そしたらまた1弦だけになるので5320で、これはハンマーというのをこうね、バーでやりますね。で、3弦の2フレットで収めます。そしたら、3弦と4弦でダッタ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 ってリズムですね。はい、引きずるのが最初の1個目、1と2と2拍目の裏もズイッとこう引きずってみてください。あとはここに置いとけばいいです。2フレットを置いとけばいい。で、1と2と3とっていうリズムですね。2フレットにこうスライドアップして0を引いたりして、プリングで20で、次はタラタン、2弦の2フレットが0にプリングして3弦の2へタラタンで、次は4弦の4、で、その後有名なこのダックウォークするところのフレーズですね。両方身を出してます、ね、ちょっと狂ってます。チューニングの時と一緒ですね。5フレットと、2弦5フレットと1弦0フレット、これを上というふうに、弾きます。1と2と3と4と1と2と裏が続きますね。で、3と4、よく聞くと頭吐くばっかりです。1と2と3と4と1と2と、ね、この C 等から2拍目まで裏裏裏と3回続いて、また3と4っていうふうに頭を弾きます。1と2と3と4と1と2と3と4、はい、楽しそうに弾くために、楽しそうな感じを出すために、カットしながら弾きますね。っていうふうにね、この5までふわっとこうスライドしたらカットしてしまうことが、ポイントになりますので注意してください。そしたら次 A のフレーズ、まずは C の C ラですね。 C を弾きましょう。7、8引きずったら7引いて2弦の10つって、そしたらその後また7、8、7引きましょう。で、0です。というフレーズ、7、8、7、10、2弦で7、8、7、1弦0、その後に歌つた、この3連符の、真ん中から入る歌つたっていう風にね、弾くこのリズムがあるんですけども、それを歌つで6でタッシャッフルで4、2です。歌つた、このリズム、難しいので練習してみてください。歌つた、まずうの頭でこうね、切って取ってしまうといいですね。3と4、1と2と3、はい、メジャーペンタのフレーズですね。このメジャーペンタそのまま弾いてます。と1、1拍目に合わせてスライドします。と1と2と3、カットします。で、次はこの4弦の4フレットから、
というふうにね、こっちのマイナーペンタの方にずれます。7、この7で頭吐かせる。タタタ、さあ次は203連でタタタ、ブルーノート含んだフレーズ98。そしたら最後また、A コードからメジャーペンタ下がるだけです、普通に弾くのは簡単なんですが、スライドだと飛びますよね。はい、これ頑張ってこう移動してください。そして、ルートからパッパッパッパ、 A のルートから入って次の E コードに向かってクロマチック、3、4、5とか1フレットずつ上がってください。2、3、4、5、最初の2だけ3弦、あとは2弦で3、4、5ですね。はい、これがね一応全体の弾き方ですが、ちょっとリズムに合わせていってみましょう。1と2と3、A を弾いてあげるといいんじゃないかと思いますね。はい、こんなロックンロールをねスライドで弾くってなかなか聞かないかもしれないんですけどもね、いろんなものをこうスライドで弾いてみると新たな発見もありますし、このスライドのサウンドだからさらに面白くなるみたいなねこともありますので、ぜひいろんなものをね、このいろんなメロディーをスライドバーを使って弾いてみてください。ではですね、次ロックンロールのマイナー編いってみましょう。